ベット解放トコドントコドン、しゃべって解放区の酒井です。本日はですね、ゴミ動画についてということで話をしたいんですけど、まあちょっとですね、私の方も今のはちょ結構リアルということで、まあずっと動画を撮ってどのような形で作業をやってきたのかということで、まあ動画を撮らさせていただいているんですけど、まあちょっと昔はですね、やり方とかそういったことで、まあその結構そのゴミというかですね、そのカットしてこう動画を作ってた時があるんですよね。そのカットした動画をノーカットでちょっと見せて、みんなに見てもらいたいなっていう部分があって、その点の話をさせてください。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハレーダビットソン、バイク、DIY、バイクメンテナンス、バイクコンティティの話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時にですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとテンション上がりますので、そちらの方もよろしくお願いします。もしコメントないよっていう方おられたら、もうとことんとことんだけでも入れといていただけるとと思います。 LINE の方で公式 LINE とオープンチャットっていうのを作ってますので、そちらの方も登録してみんなで盛り上がれたらなと思います。はい、では本日はゴミ動画ということで、まあゴミ動画というか、まあこれちょっと今流してますけど、今流しましたけど、まあ要はこう自分が撮りたい動画まで行き着くまでにいろんなことをやってるっていう、これがまあ本当のリアルだなと思うんですけど、まあそういった動画、昔撮った動画めちゃくちゃあることに最近気づいて、それをちょっとみんなに見てもらえたら嬉しいなっていうところがあって、まあけどあんま需要はないかなとは思うんですよ。うん、まあそんなね、本当にダラダラただの動画みたいな感じになっちゃってる可能性があるんですけど、でもそれが何か少しでも役に立てばいいのかなと思うんですよね。要は今これ流してるのは、その圧入を引き抜くところで、そのプーラーの位置があんまり決まらないから、もう何回もそれをやるんですよね。何回もやった上で、最後にそのプーラーでその部品が取れるっていう。だけど僕が使ったのは、その取れた部分だけを使ってるんですよ、動画では。だからその取れてない部分だったりだとか、まあちょっといろいろ試行錯誤してる部分っていうのが、まあ、動画で残ってるんですよ、すんごい大量に。どれぐらい残ってますかね、もうほんとすごい時間の量があるんですけど、それをもし、なんかいろいろ考えるんですよね。絶対参考になるはずなんですよ。なんでそれをどういった形でリリースというか、まあアップできればいいのかなとか、まあそんなことを考えています。なんかこうアイデアとかあったら教えてもらえたらね、すごい嬉しいですね。まあけどどうかな、まあちょっと今ね、今動画撮りながら、ちょっとまあ報告という部分でもある、報告というか、まあ相談報告という部分でもあるんですけど、そこをね、その動画をどうすればいいのかっていうところで、なんか別のチャンネルを作るとか、まあそういったこともあるのかなとは思うんですけど、まあちょっと本日はそのような、そのゴミ動画をどうするかっていうことだよね。ゴミというか、まあ使わなかった動画をどうするかということですよね。けどそこの使わなかった動画のある一部分には、誰かのために絶対役立つ部分があるはずなんですよね。そこをピックアップしてするっていうことはちょっとできないんですよね。そこまでの労力というかですね、そこまでのあれはちょっと僕自体には持ってなくて、それをまあ垂れ流すというか、まあ流すだけっていうことだったらできるんですけど、まあちょっとそんなことを考えているということで、まあゴミ動画についてということで、本日は話を作らさせていただきました。ありがとうございました。